こんにちは。岡大 TV の教育学部4年生の島村彩音です。3年生の文学部玉野いづきです。今回もよろしくお願いします。今回は岡大生で歌手の活躍をしている萌野さんをお呼びしました。よろしくお願いします。それでは萌野さん、自己紹介の方よろしくお願いします。岡山大学の2年生で、現役の歌手をしております萌野です。今回は、岡大 TV に来ていただき本当に光栄です。よろしくお願いします。お願いします。岡大生で歌手ということですが、はい、いつから歌手活動はしているんですか？ソロデビューしたのが中学3年生の秋頃で、そこから、継続して、はい、行っています。試験期間中はちょっとお休みももらったりして、すごく自由に、はい、活動させていただいています。すごいよね。今回プロモーションビデオもあるということなので、はい、それでは皆さんにご覧いただきましょう。どうぞ。どうぞ。メインは問屋町テラスというところで、歩きながら撮影をしていて、牛窓の方にも行かせていただいたり、そんな感じで楽しく撮影しました。萌野さんのもう個性がすごい出てて、PV 見てて、あ、可愛いな、もう楽しくなるなっていう気持ちにすごいなりました。おー、ありがとうございます。そうなんです、今聴いていただいた曲が、セカンドシングルの W たどり着いたら My Darling という曲です。英語の発音もすごい上手だね。いえいえ、もう照れます。他にも活動されているということで、シングルとかあとイメージガールとか、そういったポスターのモデルもされているということなんですよね。そうなんですよ。メインが、歌の活動なんですけれども、他にもご依頼があった時は、モデルの撮影にも行っていたりとか、そして新たな挑戦がこちらのミュージカルなんですよ。また後で詳しく。先ほどいろんな、紹介してくださったんですけど、岡大生ということで勉強の方も大変だと思うんですけど、両立とかはどうやってやってますか？結構私時間の管理とかも下手な方なので、やっぱり少なくとも1日前には予定とかすべきこととかをこう紙に書くようにしていますね。なんとなく頭で分かっていても、こうこぼれ落ちちゃうことってあると思うんです。とかしたくないこととかは意識的にこう忘れようってなるので、はい、紙に書いてこう必ずすべきことを見るようにはしています。やっぱり可視化することってやっぱ大切ですよね。はい、すごいですね。やっぱりアーティストとその学生っていう2つの活動、本当にすごいと思います。私はちょっと難しいなって、本当にすごいなって話聞いてました。たまにすべきことを書き落としたりするんですよ。萌野ちゃんは大学2年生ということで、はい、オンライン授業がやっぱ多いかなとは思うんですけど、その中でもやっぱ岡大来てよかったなとか、こう教授の魅力とかありましたら教えてください。
私が一番好きな形態がオンデマンド授業なんですけれどもすごくいいんですよ。お昼の時間帯は忙しい、眠たい、いろいろできない理由がある、うん、でも夜になってちょっと時間ができた、そういう時に後から見返せるのですごくありがたいなって思っていますし、やっぱり岡田来てよかったなって思うことの一つに先生方がもう理由になっているんです。すごく専門的にこう研究されてらっしゃる方が多かったりとか、うん、授業内容に比べて加えて参考の書籍なんかもおすすめしてくれる先生が多いので、空き時間にはそういう関連のものを読んだりして、はいはい、理解がもっと深められるので岡田いいなと思ってます。そうですよね、はい、大学生になったら自分の興味がある分野をもうどんどん掘れるし、その詳しい教授の先生もいらっしゃるから、どんどん質問これからもしていってください。はい、頑張ります。一つ気になったんですけど、はい、どうして岡山大学を選んだんですか？これはですね、私が今、所属している学部と同系統の学部、他県にある同系統の学部を比べた結果だったんですよ。いろいろその地に引っ越してこう通いやすいかなとか、どんな授業が出てるんだろうっていう前年のシラバスとかも見たりして、うん、一番興味がある授業を提供していたのがその今の学部だったので、はい、もう実家から通えるということで岡山大学にしました。岡大、はい、だから学べる、自分の家から通えるっていう、そこに魅力を感じられたんですね。はい、そうです。先ほどお話にも出たんですけど、あのシラバスが最近あの私の時代とは違って見やすくなって、あれ、はい、そうなんですよ、シラバスがすっごい見やすくなって、はい、シラバスの最後の部分とかにテストの形態とか書いてあるから選びやすいよね、はい、授業とか。そうなんですよ。あ、なんか私すっかり今のシラバス慣れていたのであの授業形態、教室で行う、オンラインで行うとか、あとなんか SDGs の分野だったらこれに特化してるっていう記載もあったりするので、はい、すごく意識して見てますね。岡大は SDGs にもね、力を入れてるって、はい、はい、先ほどお話にもあったんですけど、これから萌乃さんに会えるイベントがあるそうですね。そうなんです。3月19日土曜日と3月20日の日曜日、倉敷市の芸文館ホールであります先駆け親友と描いた夢という作品に出演させていただきます。ミュージカル初挑戦なんです。でこれあの市民ミュージカルということもあって、一般的なこうなんだろう、ハイカルチャーっぽいあのなんだ作品とかと違って、ちょっとお優しい値段設定になっているので、ぜひ保護者の方やお友達と一緒に来てほしいなと思っています。萌乃ちゃんはもともとアイドルからスタートしたんですか？はい、そうなんです。最初は小学4年生の頃ぐらいに雑誌に出たところから始まり、でその雑誌の社長の考えの方針が変更してグループを作ろうとかいうことになり、はい、そこから10人組ぐらいのダンスボーカルグループで、あと小学6年生の1年だけ2人組のユニットをしたんです。アイドルとしてすごく楽しかったし、あ、向いてるって思った瞬間も多かったですね。でも今ソロの歌手になってこうじっくり歌のことをもっと学びながら、まあ、踊りはなんだろう今少ないんですけれども、うん、また表現の一つとして勉強したいなとは思っています。アイドルと歌手の違いってどういったものはありますか？これは結構人それぞれでもいいかなと思うんですけれど、私が思うのはどっちを自称するかってことくらいかなって思ってます。例えば、自分がアイドルでいたい、アイドルらしくいたいとか、新しいタイプのアイドルになりたいっていうんだったらアイドル受賞した方がもちろんいいと思いますし、歌手でいたいなら歌手を受賞すべきだと思うんです。でまたアーティストっていう呼び方もあるんですけど、これは私は人から言われるもの、人から認められるものだなとかは思ったりしていますね。勝手ながら台本とかでたまに女性アーティストの萌乃ですとか書いてたりするんですけど、そういう時はなんとなく遠慮して歌手でもいいですかって言ってるんですよ。もちろん一緒なんですよ。もちろんそのみんな立派ですし、みんなそれぞれに
いいところがあると思うんですけれども、私はそんな風に思っていますね。自分がどっちでありたいかという意思表明の肩書きだと思ってます。しっかりと自分を持っていてすごいね。かっこいいです。わけがわからないでしょ。今回は現役岡大生の歌手の活躍もしている萌乃さんにお話をお伺いしました。もう萌乃ちゃんだってもう実際に会っただけでも魅力もすっごい伝わってくるし、 PV も見ただけで可愛いなとすごい感じました。岡大生にこんな方がいるなんてすごい誇らしいです。はい、私は同じ岡大生でこんなに頑張って活動している人っているんだと思って今回知ることができて本当に光栄でした。ありがとうございます。それじゃあ、最後に私から見ている皆さんにメッセージいいですか。はい、お願いします。ぜひ。ここまで岡大 TV を見てくださりありがとうございます。こんなに素敵な先輩と一緒の空間でお話しすることができて本当に楽しかったです。岡大にもまた、状況が良くなったらいつでも遊びに来てほしいなって思っています。それでは岡大で会いましょう。バイバイ。ちょっと待った、萌乃ちゃん、はい、岡大 TV にぜひ入ってもらえませんか。喜んで。ありがとうございます。これからも萌乃さんに一回出てもらいたいと思います。ぜひこれからも岡大 TV よろしくお願いします。今日は、本当にありがとうございました。またこれから岡大 TV でお会いしましょう。バイバーイ。